アコギって本当にいいですね。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりギターです。本日もですね、素晴らしいギターをご紹介させていただきます。ヤマハファンの方必見でございます。お待たせしました。本日ご紹介させていただくギターはこちらでございます。ヤマハ LL56ARE カスタムでございます。はい、こちらのモデル、上級モデルでございます。はい、今市販のモデルで上から2番目になるカスタムモデルとなっております。この上にはですね、 LL86 というですね、まあ、ハカランダを使ったモデルがあるんですけども、なんと新品定価が約200万円ぐらいということで、こちらはその下の LL56 定価の方が50万円になります。受注生産品となっておりますので、なかなかですね、お目にかかることもあまりないんじゃないかなと思います。素晴らしいギターでございますので、ぜひ最後まで見ていただきまして、この LL56 の素晴らしさをしていただければと思います。では早速なんですけども、こちらのギターのおすすめするポイント3つに分けてご紹介させていただきます。まず1つ目なんですけども、スペックコンディションです。こちらのモデルですね、2019年製となっております。はい、このシェイプの方がですね、ヤマハオリジナルのジャンボボディということで、このヤマハならではのこの美しいシェイプ、いかがでしょうか。もう好きな人にはたまらないですね、このシェイプだと思います。はい、トップの方はですね、イングルマンスプルースの ARE となっております。この ARE というのはですね、まあ、簡単に言いますと新しいギターなんですけども、ヴィンテージのような鳴りをするように加工が施してある、そういった材を使用しております。はい、非常にこのイングルマンスプルースの細かい木目がですね、美しいですね。この上質な材を使ってるっていうのがよくわかるんじゃないかなと思います。はい、そしてサイドバック、こちらの方がインドローズとなっております。もういかがですか、この綺麗なマサメ、本当に美しい上質な材を使っておりますね。はい、そしてネックの方が5ピースのマホガニー、シバンブリッジの方はエボニーとなっております。はい、そしてこの56の装飾ですね、このバインディングとロゼッタのところ、そしてこのヘッドの方にもですね、このアバロンインレイの方が施してありまして、この高級感あふれるですね、仕様となっております。ブレーシングの方がですね、ノンスキャロップブレーシングとなっておりまして、このノンスキャロップブレーシングならではの骨太なサウンド、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ナット幅の方なんですけども、約44ミリほどで、シェイプの方はですね、薄めの V シェイプとなっております。手の小さい方でもですね、非常に握りやすいシェイプというのが特徴でございます。コンディションの方なんですけども、まあ、先ほども言いました、こちら2019年製となっておりまして、ワンオーナー品の前のオーナー様がですね、もう大切に扱ってたモデルとなっておりまして、ほとんど新品同様といってもですね、過言ではないぐらい非常に綺麗なコンディションをしております。はい、もうこちらのギターなんですけども、前のオーナー様がですね、横浜からわざわざですね、お車に乗って当店の方に名古屋までですね、持ってきていただいた、そんな素晴らしいギターとなっております。はい、フレットの方もですね、ほとんど減っておりません。ネックのコンディションも抜群で、弦高の方もですね、適正に調整済みですので、末永く安心してお使いいただける個体となっております。はい、ではですね、お待たせしました、こちらのギターのおすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。はい、この LL56、 この上級モデルらしいですね、ふさわしい素晴らしいサウンドでございます。ヤマハならではの低音から中高音にかけてのバランスの良さ、そしてこの ARE ならではの新しいギターなんですけども、ヴィンテージのような素晴らしい鳴りがします。ぜひ聴いてください。弦の方はですね、フォスパープロンズのライトを使用しております。
ありがとうございます。いかがでしょうか、この低音ですね。もう一回鳴らしますね。素晴らしいですね、この太くて深い低音。重厚感がある深い低音です。しっかりとなってますね。はい、さすがですね。そしてこの中高音、このヤマハならではのこの繊細なサウンド、なおかつこのきらびやかな、これローズットらしいですね、美しいサウンド、そしてこのロングサスティン、素晴らしいサウンドですよね。スキャロップブレーシングっていうことで、この骨太な感じっていうのもしっかり出るんですけども、このイングルマンスプルースっていうのはですね、シトカスプルースに比べてやや柔らかめと言われてます。それによって非常にこのやっぱ振動が拾いやすいっていうこともあって、ブワーンと出るんですね。このノンスキャロップの骨太さもありながら、このブワーンと広がる豊かなサウンド、これがやっぱりこのヤマハのモデルの人気のあるところじゃないかなと思いますね。特にこの LL の中でも上級モデル、上級にふさわしいサウンドですね。はい、そしてですね、ARE ということで新しいギターなんですけども、本当ヴィンテージのようなですね、乾いた鳴りというのもしっかり出ます。まあ、先日ですね、ヤマハのギターの弾き比べというのをですね、やらせていただきました。もうかなり皆さんに大好評いただいてるんですけども、この概要欄に貼ってありますけども、そこで80年代前半のですね、 L55 というですね、当時のフラッグシップモデルですね、そちらと弾き比べをしたんですけども、全く劣らないほどですね、このしっかりとしたヴィンテージのようなサウンドというのが出ておりますね。ぜひですね、気になる方はこの概要欄にありますので見てください。うん、そのぐらいやっぱりこの ARE っていうのはすごいなと思いましたね。すごい技術だなと思いました。サウンドでございます。では指弾きの方をしてみます。
はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この一音一音、綺麗な繊細な音色、しっかりと出てくれますよね。本当にヤマハらしいサウンドだと思います。ピックを使ったコードストロークから、こういった繊細なアルペジオだったりとか、ソロ弾きまで、オールマイティーにですね、これ一本でお使いいただけるんじゃないかなと思います。はい。本当に素晴らしいサウンドです。ではですね、こちらのギターのおすすめするポイント、最後、三つ目でございます。希少性でございます。最初にもお伝えしましたけども、この LL56 はですね、受注モデルとなっておりまして、新品でもですね、扱っているお店さんはかなり少ないです。中でもですね、ユーズドはなかなか出回りません。かなり貴重だと思います。しかも、これワンオーナー品で、これだけの綺麗なコンディション、そしてこれだけの鳴り、なかなか出ないんじゃないかなと思います。ですので、ヤマハの上級モデルに憧れを持ってた方、欲しいなと思ってた方はですね、これを機会にご検討していただければと思います。こちらのギターの価格、詳細、在庫状況につきましては、概要欄に J ギターのページのリンクの方を貼ってあります。ぜひそちらの方からですね、ご確認の方をお願いいたします。はい、ということで、いかがだったでしょうか。この LL56、聞いたことない方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。本当に素晴らしいギター、素晴らしいサウンドだなと思います。ぜひですね、今日の感想なんかをですね、コメントなんかしていただけますと本当に嬉しいです。そしてこの動画を見ていただきまして、お、なかなか面白いなと思った方はですね、チャンネル登録していただいて、いいねの高評価ボタンにしていただけますと本当に嬉しいです。そして当店はですね、 LINE アットのサービスの方もしております。この LINE アットの方では、当店に入荷したばかりのギターをですね、最速最優先で配信しておりますので、アコギをお探しの方、ギターが大好きな方はですね、ぜひご登録の方もお願いします。ご登録していただければ、気がついたら売り切れてしまった、悔しいっていうこともですね、なくなりますし、ご購入、ご売却、委託、カスタム、リペア、メンテナンス等ですね、ご相談したい方は、私と気軽にコンタクトが取ることができますので、ぜひですね、無料ですので、ご登録の方をお勧めします。はい。ということで、本日はですね、ヤマハ LL56 ARE カスタムをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。改めて思うんですけども、アコギって本当にいいですね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。お前できるできるできる、だからできるできるで